俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、今現環境にあるリセマラ3つですね、話していこうと思います。1つ目は今出ているですね、バトルパスのリセマラ。これ1周5分まで縮まったです。5分まで縮めました。2つ目は、まあ放置してできるリセマラですね。結構課題しながら僕の配信見てる人多いらしいんですけれど、そんな課題をしながらできるですね、リセマラの方ですね。で、最後は、まあ今あるわけではないんですけれど、まあシーズンが終わってすぐ次の日の1日だけできるですね、リセマラの方話していこうかなというふうに思います。まず1つ目、バトルパスのリセマラですね。これですべきことですね、お教えしたいと思います。まあ今メインストリート入ったと思うんですけれど、まあメインストリートに入ってで、SMG で3キル、M4 で100ダメージ、AK で1キル、スカーで1キル、もうこれを取るだけです。あともう一つか、30メーター以上離れて3キルですね。まあ普通にプレイしよったら30メーター以上離れて3キルってのは取れると思いますんで、まあそんなに意識しなくてもいいかなという方法です。これをしておくだけでなんとレベルが23まで上がるんですよ。バトルパスの8周目になってバトルパスレベル23まで上がるんですよ。でレベル21でバトルパス勲章が一つもらえますんで、その勲章を使ってシーズンなのでですね、まあガチャを回していくと、そういった感じのリセマラですね。すごくいいのでおすすめです。2つ目ですね、放置してやることができるリセマラについても話していこうと思います。まあ、放置してできるリセマラはですね、まあ、同じようにまず新規アカウントを作って、まあ、メインストリートに入ります。でメインストリートに入っても放置です。で放置しておけば経験値が入るんで、放置しておいてもですね、入った経験値でレベルを5まで上げて、今やってますログインイベントの方を回していくといった感じですね。でまあ2人目以降の2キャラ目以降のリセマラをしていく場合は、まあ、間にアンインストールを挟んで、まあ、回していくという方法ですね。まあ結構1周は長いんですけれど、まあ、これの利点はまず1つ放置してできるっていう、端末がいくつもあったら、まあ、放置しておくだけでレベルが5まで上がりますんで、普通にログインイベントの方も回せますし、あとその作ったアカウントをまあ保管しておけば、レベル5のアカウントもですね、まあ、作ることもできる。保管してたくさん作ってですね、違うリセマラに備えることもできるという方法ですね。結構まあいい方法なんで、そちらもまあね、結構時間ない方、時間ないけれど、まあ、放置するぐらいのそういう余裕はあると。そういった方はですね、まあ試されてみても良いのではないでしょうか。で、3つ目ですね。3つ目はシーズンもうすぐ終わるじゃないですか。10月14やったかな ?15 だったかな、確か14だったと思います。僕もちょっとちゃんと見てないんですけれど、シーズンが終わった、まあ、次の日ぐらいに、報酬のダイヤがもらえると思います。あのダイヤ、実は、新規で作ったアカウントも受け取ることができるんです。まあ、新規アカウントブロンズなんで、1500ダイヤ手に入れることができます。なんで、新アカウントを作って、ダイヤガチャを2回回してっていう、そういう無限ループを延々と行うことができるというですね、こういうリセマラなんですよ。まあ、これでワンチャン、まあね、ちょっとザゴイですけど、セランスキンとか、オレンジのジュースキンぐらいだったら手に入りますよっていう感じなんで、まあ、その楽してリセマラしたいなという方はですね、そのやり方されてみてもよろしいのではないでしょうか。まあ、実はこれに関しては前にね、動画僕上げてるんですけれど、上げた時にもうできなくなってから僕上げちゃったんで、まあ、今回はこうやってですね、シーズンが終わる前にちょっと動画にして、まあ、改めてこうやって話させていただきました。まあ、その詳しい方法については、まあ、概要欄にね、そっちに関してはリンクの方を貼りますんで、そちら見ていただけると、まあ、すごいありがたいなというふうに思います。YouTube 研究家さんがですね、これ考えついたリセマラなんですけれど、まあ、非常によろしかったですね。まあ、そんな感じで、それが3つの今現環境で考えられるリセマラですね。すごい、まあ、いい方法ですので、されてみてはいかがでしょうか。まあ、この5分のやつに関しては、結構、なんて言いましょうか、すごいですね。そのアカウントとかを作るのはいいけれど、アンインストールまではしたくないと。そういった方におすすめです。また、その、現シーズンが終わるまでは、まあ、いつでもできますんで、コラボとか関係なくですね、いつでもできますし、まあ、次のシーズンになっても、レベル23までにですね、そうやってミッション中のがありましたら、どちらにしろできるですね、リセマラになりますんで、まあ、されてみてはいかがでしょうか、といった感じです。まあ、参考になる話でもありますし、まあ、楽しいと思います。はい。で、あとは、普通にプレイしていきます。
で、まあ、試合終わったんで、早速その実際クリアできるのかどうか見ていきましょう。まずですね、30メーター以上離れて2人撃破ですね。2人かこれ。2回撃破でこれもらいます。バトルヘッドショットで2回。うん、バトルヘッドショット2回でもらえるこのミッションですね。これも回して、で、短期間中 SMG で3キル。そう、SMG3 キルも必要だ。忘れとった。4つ以上の異なる武器を取得する。これもまあ、取得するんで、普通に。で、3人撃破ももちろんできます。ヘッドショット2回はさっきと同じですね。はい。それは SMG3 キルも必要です。これも一回の時に買ったですね。やりながらやったら忘れるんですよね。3キロのやつですね。3キロは出てきてる。ヘッドショット100ダメージも、これももうもちろんですね。いってます。適当にプレイしとったら、まあ100ダメージできますから。うん、で、小銃で3人できてますよね。M4 と AK とスカーでできてます。で、10個クリアしたんで10個のやつと、ヘッドショット2回はさっきと同じなんで、これも E1D いいです。小銃3回も E1D です。バトルトップ3、まあ、トップ1とトップ2しかないですから、当然乗ります。うん、メインストリートですね。で、ヘッドショットはこれ同じ。で、AK で1キルですね。ここに AK1 キルがございます。30メーター以上離れて2回撃破。まあもちろんできてます。ヘッドショット2回もできとると。同じミッションがあるからこれ被るんですよね。小銃3回もそうですけど。被るんで、うん。で、異なる武器4回はもちろんゲットしてます。AK スカー、SMG と M4 ですね。で、トップ3は入ってる。トップ5が、うん。入ってます。で、ヘッドショットダメージ100点もできてます。小銃3回もできてます。あとはもうそんな変わらんですね。最後に、まあ、スカーキルがあるぐらいで。あとはもう同じようなミッションが被っているからこそ、こうやってですね。まあ、何回も同じミッションクリアして、レベルを23、こうやって上げることができると。そういったわけなんですよ。まあ、すごいね、いい方法なんで、一周もだいぶ短いですし、まあ、5分とかなり短いんで、まあ、レベル2のアカウントをね、何回もその、入って、出て、入って、出てっていうのをやるのがもうめんどくさいなと、まあ、そうやって思われる方は今回のこのニセマラですねされてみてもよろしいんじゃないかなと、いいんじゃないかなというふうに思いました。はい、まあ、こんな感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォロワーしろと言われたらフォロワーしますのでよろしくです。 TikTok 見られてもそちらもやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。それでは。